大見南部の山中に位置する金生寺は、奈良の東大寺初代別当良縁のこととされる金色菩薩によって開かれ、平安時代の初めに、奈良興福寺の僧元庵によって、伽藍が整備されたと伝えられています。琵琶湖に向けて開けた平野部から、金生寺のある金瀬山を越え、川を少し遡ると、そこには、聖武天皇の離宮として営まれた信楽の宮の史跡があります。奈良東大寺の大仏が、当初は、信楽の宮に寄託されていたことも示すように、かつて、この辺りは、奈良の仏教界と密接な関わりを持っていました。金生寺の当初の参道が、奈良に近い南の側に続いていたことは、このような背景を反映しています。しかし、後世、金瀬山北麓が開発されるにつれ、多くの、塔頭や重防的な性格を持った寺院が、北麓の尾根筋に営まれました。こうした中で、金生寺は、次第に、北麓の村々との関わりを強めていき、室町時代には、金瀬省の総社であった大野神社から金生寺までを結ぶ、西並木金生寺道、東並木金生寺道の二筋の参道が成立しました。この地域は、金瀬山北麓を中心に、仏教文化が栄えたと考えられ、金生寺文化圏とも称されています。駒坂寺、金生寺周辺の尾根道には、いくつもの石仏が見られる。これは鎌倉時代に作られたと見られる茶沸かし観音。蓮華座上に立つ如来立像で、その名の由来は、ここで、参詣者に、茶のもてなしが行われていたからという。
近江南部にそびえる網干山、竜王山、景観山などをはじめとした金瀬山。古来、修験者たちが集まる山岳信仰の山でした。花崗岩が風化してできた数多くの奇岩が顔を覗かせるこの山は、まさに信仰の山というにふさわしい特徴的な景観を形作っています。奈良時代には、なんと六州系の金生寺が創建され、以後、中世の終わり頃まで、湖南地域の仏教の一大拠点として栄えていました。この金生寺から西へ運動を行くと、山中に突如として大きな岩に掘られた、その美しさでは、国内屈指の磨崖仏とされるこの坂磨崖仏が現れます。しかし、明治時代の廃仏毀釈で廃寺となった駒坂寺の寺跡は、往時の姿を忍ぶことさえできません。